はい、どうも、ヒエルです。どうも、カイです。今日なんですけども、はい、エアマックス95なんですけども、はい、また発売の情報出てきたと。出てきてるんですよね。情報解禁ということなんですね。そうなんですよ。はい。で、そのエアマックス95が今後日本のスニーカーズの方で出てくるのかどうかっていう話をさせてもらいたいのと、うん、はいはい、あと今後発売予定のニューバランスの新作であったりとか、うん、アシックスのキスとのコラボで、ちょっとこれまた欲しいなっていうのが出てきているんで、はい。はい。それちょっとやりたいなと思ってるんですけど、はい。はい。このチャンネルではスニーカーやファッションに関する陸情報や最新のニュース情報動画でお伝えするチャンネルとなっております。チャンネル登録のお済みでない方はこの機会にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。お願いします。はい、我々ツイッターとインスタグラムもやってますので概要欄の方にリンクのがありますので気になる方はフォローをよろしくお願いします。お願いします。はい。はい、じゃあ早速なんですけどもニューバランスの991の V2 メイドイン UK、はい、グレイオレンジですね。こちらの情報がなんか出てきてるんですか。はい、年内発売予定でニューバランスの991の V2 ライン、うん、これメイドイン UK なんですけど、うん、ちなみにフィアレスに関しては991の V2 の UK に関しては持ってて、うん、僕は991の V1 の方持ってるんですよね。ああ、僕ね、はい、これのちょっと赤っぽいやつをね持ってますよね。持ってますね。バーガンディカラーって言ったんですかね。そうなんですよ、うん、はい。で、まあ、ニューバランスの方が991の、V2 のね、うん、まあ、新作をですね結構出してきてまして、新色になるんですけど、パッて見た時に思ったのは、ちょっとこっちの写真見てもらいたいんですけど、うん、過去にニューバランスの992の方でこれ日本のブランドのダブルタップスのコラボ発売されてるんですか、ね、はい、はい、ありましたね。そのカラーにめっちゃ似てるんですよね。まあ似てますね、はい、どこどこオレンジのカラー使われたりとかしてて、うん、そうなんですよ。このダブルタップスと992でコラボした時のカラーを、まあ、今回991の V2 の方に落とし込んでるようなモデルでできてまして、うん、その先ほどちょっとダブルタップスと992の話出てたんですけど、うん、今ユーズでの取引って20万超えてるんですよね、これね。え、嘘、そうなんですよ。めっちゃ高いっすよね。ニューバランスもプレネつく時代なんですね。そうなんですよ。はい、まあ、もともとね、ニューバランスの992っていうのはめちゃくちゃ人気高いんですよね、今のモデルね。まあ、グレープからってなかなか買えないですからね。そうなんですよ。うん、はい。まあそちらの方はね、年内か来年前半あたりにまだ992の新作がね、出るっていう話があるんですけど、うん、まあ、そのダブルタップスと992のコラボを彷彿させるような、メイドイン UK の991の V2 のね、新色が出てきてまして、まあ僕ちょっとこれ気になったんでね、うん、紹介されてもらったっていう話なんですけど、はい。はい、で続いてなんですけど、ナイキダンクローのパンダですか？あ、そうなんですよ、うん。ナイキダンクローのパンダが2025年に、新しく発売されるという情報が出てきてまして、これあれなんか山ほどリストックしてませんでした、はい、あ、そうなん、ちょっと見てもらいたいんですけど、うん、パッて見た時に過去に発売されて山ほどリストックされてたパンダとどう違うのかなと思ったら、うん、見た目ほぼ一緒なんですよね。そうですよね、はい、で使われてるレザーが一応プレミアムレザーっていうふうに海外のスニーカー系サイトに書いてたんですけど、うん、でその海外のスニーカー系サイトの説明を見てみると、今発売されてるね、ナイキダンクローのパンダのスタイルコードと来年発売される新しいパンダのスタイルコードっていうのは違うらしいんですよね。あ、そうなんですか、ね、そうなんですよ。はい。で、見た目は一緒なんですけど、今発売されてるモデルを、まあ、旧モデルとして一旦もう発売やめて、うん、この新しいスタイルコードがついてる、このパンダの方をまた売っていくっていう話らしいんですよね。へー、そうなんですよ。見た目は本当そのままなんですけど。なんか100万足ぐらいあるんちゃうかみたいな話なかったですか？ありましたよね。あの前のリストックしてる時ね、はい。一時期買えない時期があったんですけど、うん、今も全然買えるんで。そうそう、一時期なんか3万ぐらいまで跳ね上がってた、ね、上がってましたよね。そうなんですよ。もうね、はい、定価になっちゃってるんでしょうけど、はい、まあ小売りの方でのリストックであったりとかナイキの方で頻繁に来てたんで。そうですよね、はい、でかなりの数は作られてるっていう情報を僕らもやらせてもらってたんですけど、うん、その通りにめっちゃリストック来てたんですよね。そうなんですね、はい、でまあ僕の方も全然定価で買いましたし、うん、でまあニューズの値段もめっちゃ下がってるみたいなんで。あ、そうなんですね。はい、まあ、新しいパンダが、まあ、見た目そのままなんですけど、スタイルコードが新しい、ね、ナンバーになってですね、来年以降まだ発売していくっていう情報があったんでやらせてもらったんですけど、はい、はい、続いてが、キスとアシックスゲルカヤの 12.1 ですね。あ、そうなんですよ、はいはい、キスとまたアシックスのコラボで2パターン出てきているんですけど、はい、これ今紹介してる写真っていうのはキスの創始者であるロニー・ファイグの方が、うん、まあ、紹介してた写真になるんですけど、一つがさっきフィアレスが言ったゲルカヤの 12.1 ですよね、うん、はい、こちらの方はねアイスブルーのようなカラーが使われているのと、うん、セイルのカラーで構成されてて、まあちょっとキスとアシックスのコラボに見られるような、まあ、雰囲気になってるんですよね。そうですね、はい、過去にニックスのカラーを落とし込んでるモデルであったりとか、この、キスとゲルカヤの 12.1 に関しては発売されてるんですけど、それの新色なんですよね、うん、なるほど、はい、でもう一つ映ってる思うんですけど、ゲルニンバス 10.1 っていう名前で、うん、これキスとのコラボで出てきてるんですよ、はいはいはい、これはまあ先ほど紹介されてもらったカヤノとは違うモデルになるんですけど、はい、僕このゲルニンバスの方が気になるんですよね、まあ、カラー的に履きやすい、ね、そうなんですよ、はい、まあ、薄いブラウンのようなカラーと、うん、
まあ、セイルのカラーとホワイトのカラーで構成されてて、ちょっと上から撮ってる写真見てもらいたいんですけど、トゥーボックスのあたりとかデザインちょっと面白いですね。ああ、そうですね、はい。ちなみにゲルニンバスについては僕一足を持ってないんですけど、うん、見方によってはこのトゥーボックスのデザイン、ビーチサンダルっぽくないですか。ああ、そう ね、あの親指の方に、ね、あってる感じがあってね。はい、なんか通気性のことを考えて、もしかしたらこういったデザインしてるかもしれないんですけど、うん、このゲルニンバスとこのキスのコラボについてはいいなと思ったんで、ただまあね、前も言ってるんですけど、僕らが住んでる地域にはキスのね、お店がないんで、そうね。はい、まあ、ニュースの方で発売された時に出てくると思うんで、その時の値段を見てですね、このゲルニンバスの考えようかなと思ってるんですけど、うん、はい。はい、続いてなんですけど、エアジョーダン1ハイ OG のセールシナバーですね。これ、はい、ウィメンズなんですね。あ、そうなんですよ。前から紹介されてもらってる、これ、うん、レアエアシリーズなんですよ。ね、はいはいはい、あ、でこのねシナバーの方が実はもともと発売がね1月発売予定だったんですけど、うん、4月に延期になったという話なんですよね。あ、そうなんですね。はい、確かにもともと1月の18日発売予定だと思うんですけど、4月にプッシュバックするということで出てきてまして、うん、でまあ新たに持ってらっしゃる方の動画で見てもらいたいんですけど、これレアエアということなんで、サイドの部分のウィングロゴを見てもらうと、一つはね、既存の、まあ、ママと言いますか、エアジョーダンってなってるんですけど、うん、もう一つがウィングロゴで、ナイキエアってなってるんですよね。ああ、デザインですね、うん、はい。で、カラーの方が、セイルと薄い、レッドのようなカラーで構成されてまして、うん、で、履き口のあたりの、このニュートラルグレーのカラー部分っていうのは、これ、スエードになってて、うん、そうですね。で、スウッシュの部分も、これ、ニュートラルグレーのカラーで、スエードになってるんですよ、うん。はい、そうですね。で、全体的にちょっと激しめのヴィンテージ加工しているような、ユーゾー加工してる一足になってて、レッドのシューレースとホワイトのシューレースが2本ずつ通されているような、まあ、写真が出てきてるんですよ、ね。はい、はい。これ、ウィメンズのモデルなんですけど、うん、これかっこいいですよね。かっこいいですね。そうなんですよ。うん、はい。さっきフィアレスが言ってたんですけど、うん、フィアレスが持ってる SNS とエアジョーダン1ミッドありましたよね。ありましたね。あれにちょっと似てますよね。あれ似てますね。なんとなく似てるんですけど、はい、うん、はい。まあ、シナバーのこのウィメンズのモデルの方が、まあ、一応延期ということで出てきてまして、はい、次もまたね、延期の話なんですよね。あ、エアで、グレイディープロイヤルブルーですか？そうなんですよ。はい、これもともと2月の発売予定やったんですけど、4月に延期になったらしいんですよね。あ、そうなんですか。はい。これ前にも言ってたと思うんですけど、2月ってリリースが多いんで、発売予定のモデルがいくつか延期になる可能性があるんじゃないかっていう話をしてたんですけど、うん、まさにこれそうですよね。なるほど。そうなんです。2月の発売予定だったんですけど、このレアエアの、これはメンズのモデルで使われてるカラーがホワイトとブルーと、まあ、一部ブラックのようなカラーが使われてる。うん、まあ、これもちょっとだけね、ヴィンテージ加工されてて、サイドソールの部分見てもらうと、色がちょっとセールのようなカラーになってるんですよね。そうですね。はい。で、先ほど紹介されてもらった、シナバー同様、これ、サイドの部分の、うん、まあ、ウィングローがですね、一つはエアジョーダンで、もう一つはナイキエアってなってるんですけど、うん、でこちらの方が、まあ、さっきも言ったんですけど、2月から4月の、まあ、延期ということで出てきてまして、はい。はい、まあ、もしかしたらなんですけど、2月結構いろんなものがね、発売するんじゃないかっていう話があるんですけど、今回のこのレアエアの、うん、メンズのモデルみたいに話まだできそうですね。そうですね。はい。はい、続いてなんですけども、はい、ニューバランスの線ダークオリビンマグネットですね。はい。今年発売なんですかね。あ、そうなんですよ。はい。ニューバランスの方から好写真が出てきてまして、うん、今見てもらってるのはニューバランスの線の、これコラボじゃなくてインラインなんですよね。うん。あ、インラインのモデルで言うと、最初にメタリックシルバーのモデルがね、ニューバランスの線発売されて、ヒアレスは持ってるんですけど、はい、はい、まあ、そのインラインの新作として、まあ、秋冬っぽいカラーですよね。そうですね。はい、カラーの方、リーブのカラーが使われてまして、うん、使われてる素材っていうのは、レザーであったりとか、メッシュで構成されてるんですよね。うん、はい、でね、同じモデルで違うね、カラーが出てきているんで、こっちをちょっと見てもらいたいんですけど。はい、マグネットプラムブラウンですね。あ、そうです。はい、これもニューバランスの線のインラインの新作で、秋冬のモデルになるんですよね。先ほど紹介させてもらったオリーブのカラーと打って変わってグレーのカラーと、うん、まあ、ちょっとねバーガンディのようなカラーが使われてる、モデルになってるんですけど、僕はねカラー的にはこっちの方が好みですね。そうなんですよ。ああ、なんかこっちもいいですよね。なんか僕パッと見た時にあのガンダムのドムのカラー思い出しましたけど、ね、ああ、なるほどね、うん、はいはいはい、まあ、そのカラーリングとも言えるニューバランスの線なんですけど、はい、まあ、ニューバランスの線に関してはね、僕2足持ってて、まあ、ちょっとお腹いっぱいなんで、まあ、当分いいかなと思ってるんですけど、うん、はい、まあ、ニューバランスの方が、まあ、今年ねニューバランスの線の、まあ、カラー違いのをたくさんね、まあ、出してるんですけど、来年かけてもおそらくニューバランスの線に関してはいろんなモデルが出るんじゃないかなと思ってるんですけど、うん、はい、まあ、この2色で言うと僕は最後に紹介させてもらったモデルの方が好みかなっていう感じですかね。そうですね、はい、はい、エアマックス95のコラボの続報が出てきてるんですか。はい、ああ、そうなんですね、うん、ちょっとこれ見てもらいたいんですけど、うん、前からアママニエールが、まあ、ナイキであったりとかジョーダンのコラボで今後こういったものを発売するっていうキービジュアル出してたんですよね。ありましたね。はい、でその中にエアマックス95と
アママニエルのコラボは一足映ってたんですけど、うん、これ発売の方が昨日アママニエルの方がメールが来てまして情報解禁になってますよね。あ、そうなんですか。ちょっと見てもらいたいね。これアママニエルのが出てきてるキービジュアルを使っての説明になるんですけど、まだ公式写真ができてないんですよね、うん、ナイキの方から。あ、そうなんや、はい、10月の25日に発売予定で、うん、これ今の日本のね円のレートで言うと約2万8000円ぐらいですね。そうなんです。ちなみにこれ抽選じゃなくて一斉発売なんですよね。なんか11時に発売なんですかね。あ、そうなんですよ、ね、うん、はい、10月の25日の、まあ、これアメリカ時間になるんですけど発売ということなんで、おそらく日本時間だと、まあ、10月の26日ぐらいになってるんですかね。ですかね、はい、でこれね一応国際発送ありっていうふうに書いてたんで、うん、まあ、日本から多分買えると思うんですけど、これあれですか、なんか結構時間かかっちゃう系でしたっけ。アママニエル最近ね早いらしいんですよね。あ、そうなんや。あ、そうなんです。エアジョーダン5でちょっと送っていくの遅いなっていう話があったじゃないですか、うん、それ以降、まあ、3であったりとか4であったりとか送ってくるの早くなってるらしいんですよね。あ、そうなんや、ね、そうなんです。まあ僕それからアマニエルね開封してないんで、うん、まあその早くなった感じっていうのを、まあ、その体験したわけじゃないんですけど、はいはい、うん、はい、ちょっとディテール見ていきましょうか。そうですね、はい、見てもらいたいんですけど、まあ、前にも紹介されてもらってまして、使われてる素材っていうのがタンブルレザーとパンチングレザーと精度が使われてるんですよ、ね、うん、そうなんですよ、はい、まあ、グラデーションのとこ見てもらいたいんですけど、まあ、グレーのカラーであったりとか薄いピンクのようなカラーであったりとか使われてて、うん、でアッパーのあたり見てもらうと、アッパーのあたりこれタンブルレザーでブラウンのねカラーになってるんですけど、はい、よく見るとアママニエルの刺繍が入ってるんですよね、うん、そうなんですよ、はい、まあ、シューターの部分とか見てもらうと、これシューターもレザーになってて、ほぼほぼ、ね、レザーで構成されてエアマックス95になってて、はいはい、でシューターの裏とか見てもらうと、まあ、ニット調のデザインで、まあ、ナイキであったりとかジョーダンのねアママニエルのコラボで見られるようなアママニエルの A の文字が大きく、まあ、繰り返しね使われているデザインになっているんですよ、ね、なるほど、そうなんですよ、はあ、でかかとの部分とかちょっと見てもらうと一部ちっちゃくアママニエルの A ってデザインが入ってたりするんですけど、うん、そうなんですよ、はい、で替えのシューレースが3本ついてたりとか、うん、あとまあね最近ねアママニエルとジョーダンブランドのコラボに見られるようなボックスがこう観音開きになるような、うん、ブラックのデザインになってるんですよね、はいはいはい、そうなんですよ、はい、まあ、こちらの方が10月の25日発売というふうに出てきてまして、でそれプラス今回バースティージャケットというのはスタジアムジャケットの方も出てきているんですよね、うん、あ、そうなんですね。で XS から XL までサイズ展開があって、これちょっとビッグやったんですけど、うん、値段の方が600ドルなんで、まあ、約9万円ぐらいですかね、はいはいはい、そうなんですよ、はい、まあ、アムマニエルってもともとねセレクトしてるアパレルって高いもんが多いんで、あ、そうでしたね、あ、そうなんですよ、うん、アルマンとか確かやってたと思うんで、うん、そういったものに合わせてもらえるような感じで確かねこういったコラボのスニーカー出すときって提案してるはずなんですよね。あれのキービジュアル出てきてまして、うん、よく見るとなんかピンバッジのようなものとかもなんかついてるみたいなんです、ね、付属なんですかね、はい、なんか写ってたんですよね、うん、写真の方がね。なるほど、そうなんですよ、はい、まあ、こういったものの発売ということで、うん、的にレザーが使われててエレガントな感じですけどね。このグラデーションのねステッチ部分なんかも、はい、なんかこうジグザグに縫われてて、はい、ちょっと今までとはちょっと縫い方も違うんだなって感じですね、はい、まあ、これがねよく見るとなんとなくなんですけどアママニエルの A の文字にも見えるような、あ、確かに、ね、はい、感じにしてるんですよね、うん、そうなんですよ、はい、でね、これ今回買うかどうかの話なんですけど、かっこいいなと思うんですけど、うん、まあ、アママニエルの方で買うと、まあ、買えるかどうか話は別で、うん、2万8000円ぐらいするんですよね。そこにそっから送料であったりはかかるんで、うん、まあ3万5千円以上は絶対すると思うんですよ、これ。まあ関税もねありますからね。そうなんですよ、はい、うん、そういうのを考えた時にどうしようかなっていうふうに思ってまして、うん、でちょっとこれ見てもらいたいんですけど、はい、今後アママニエルで発売された以降、スニーカーズの発売あるのかっていうことがちょっと気になったんで、うん、ちょっとさせてもらいたいんですけど、うん、リークアカウントサイトの方に今回10月の25日にアママニエルの方で発売した後にですね、うん、これスニーカーズで来ますかってねこう質問してる方がいたんですよね、はいはいはい、でそれについて答えてらっしゃったんですけど、うん、確認が取れてないらしいんですけど、うん、おそらくあるんじゃないかって言ってたんですよ、ね、なるほどなるほど。というのもエアジョーダン3とアママニエルのコラボこの間発売された後にアママニエル、はい、その後スニーカーズの方で発売来てますし、うん、エアジョーダン4とアママニエルのコラボはこの間ウィメンズで発売された時も、うん、その後スニーカーズの方に来てるんで、うん、おそらくこれも来るんじゃないかって言ってたんですよね。なるほどね、はい、で冒頭で言ったんですけど、うん、
ナイキからの公式写真がまだ出てきてなくて、うん、これについてはアママニエのキービジュアルだけで話させてもらってるんで、うん、おそらくナイキの方から公式写真が数日後に出てきたら可能性ありそうですよね。そうですね、はい、ただまあね、アママニエの方で10月の25日より前にナイキの公式写真が出るかどうかっていうのはちょっと分かんないんですけど、うん、おそらくまあ発売されて、まあ、25日の発売なんですけど、その後にナイキからの公式写真とかが出てきたら、まあ、今後スニーカーズの発売っていうのはあると思うんですよね。そうですね。そうなんですよ、うん、はい、まあ、日本の発売来た時に日本の発売のね定価が気になるのと、まあ、その時に考えようかなってちょっと思ってるんですけどね。そうですね。そうなんです。おそらく11月ぐらいになるんじゃないですかね。25日にあんまりで発売だったら、うん、まあね、2、3日で来るってことはないと思うんで多分、うんうんうん、はい、やと思うんですけどね、はい、ちょっとこれ見てもらいたいんですけど、はい、以前このアママニエールのオーナーのジェームスが履いてたエアマックス95とアママニエールのコラボがあるんですけど、これね販売用じゃなくてサンプルじゃないかっていうふうにまた説明があったんで、うん、これ発売するかなと思ってたんですけど、今のところサンプルっていうふうになってるんですよ名前が、うん、はい、で使われてるカラーっていうのが今回発売されるカラーと打って変わってちょっとトーン明るめなんですよね、はいはい、そうなんです。ホワイトのカラーとピンクのカラーとか使われてまして、素材の方もよく見ると今回販売用のモデルとは違ってスエードの素材は結構多めに使われているようにも見えるんですけど、うん、前にね発売するんじゃないかっていう話してたんですけど、うん、海外のスニーカー系サイトでソウルレトリバーが、うん、一応俺サンプルっていうふうに書いてたんで、あ、そうなんですね、はい、まあ、一般販売はもしかしたらないかもしれないんですけど、うんうん、そうなんですよ、はい、で AirMax95 といえばやっぱり気になるこれですよね。まあ来年の話ですけどね。あ、そうなんですよ、うん、はい、来年の5月もしくは夏後にリリースされるんじゃないかって言われてる、はい、AirMax95 のイエローグラデのビッグバブルが、まあ、復刻という形でね発売されるっていう話があるんですよね、うん、そうなんです。ちょっとこの写真見てもらうと、はい、ビッグバブル仕様なんで初期のね可視化でゲアビジュアルが写ってると思うんですけど、うん、まあその大きいものと小さくなったものの比較がね載ってると思うんで、はいはいはい、大きく見えるバージョンの方がこの来年のビッグバブルとして来年復刻するっていう情報が出てるんですよ。なるほど。で気になるのが前にも言ってるんですけど、このイエローグラデのビッグバブルが復刻した後にそれ以外のカラーの、まあ、レッドグラデであったりとかブルーグラデも、ビッグバブル仕様で発売するんじゃないかっていう話があるんですよね。そうなんですよね、はい、ただ3色ともまだ実物のところ一切出てきてないんで、うん、出てきた話だけなんですけど、うん、はい、まあ、発売されたらおそらくイエローグラデのビッグバブルは多分狙ってると思いますし、でブルーグラデに関しては僕95年当時持ってたんで、うん、まあ、欲しいなと思ってるんですよね。これ来年のいつぐらいなんでしょうね。まあイエローグラデがだいたい4月か5月っていう話があるんで、うん、同時期に来るってことは多分ないと思うんですよ。まだイエローグラデさっき売ってからだと思うんで、はいはいはい、そうなんですよ、まあ、もしかしたら来年の後半あたりレッドグラデであったりとか、うん、ブルーグラデの方が、まあ、来るかもしれないですよ、ね、楽しみですね、はい、来年の AMAX95 は30周年に当たる年なんで、うん、まあ、いろんなモデルが出るんじゃないかって言われてて、で追加でこんな話があるんですよね、はあ、はい、ナイキ SB と AMAX95 のコラボが出るらしいぞっていう話があるんですよね。来年ですけどね。そうなんですよ、うん、はい、で見た目の方もブルーグラデのデザインをベースにして作られるんじゃないかっていう話があるんですよ、うん、そうなんですよ、はい、AirMax95 と Nike SB のコラボに関しては今まで一切発売されたことがないんで全く新しいモデルになるんですよね、うん、そうなんですよ、はい、でこれ前にもやってるんですけど、結局発売されなかったモデルの話で言うと、まあ、昔 AirMax95 とディオールのコラボが出るんじゃないかって話があったんですよね。そうですね、はい、で結局出なくて出たのはキム・ジョーンズと AirMax95 のコラボが2色発売されたんですよね、うん、フィアレスちなみに持ってるんですけど。あ、持ってます。そうなんです。他に AirMax95 の話で言うと都市別の、まあ、カラーが出るんじゃないかっていう話があるんですけど、それについてもねまだ全然情報が更新されてないんですよね。これはさっき の、 ビッグバブルとは別でそういうのが別で、はい、そうなんですよ。東京であったりとか、うん、都市の名前が入ってる AirMax95 が一応来年出るらしいんですけど、特別なエディションなんですね。ああ、そうなんです。それについても全然まだ情報出てきてないんですよね。なるほど。そうなんですよ。アーママニエルの AirMax95 のコラボから、うん、来年発売予定の AirMax95 の話を結構させてもらったんですけど、はい、まあさっきも言ったんですけどね、来年っていうのは AirMax95 が30周年なんで、うん、はい、おそらく結構いろんなモデルが出て、まあ1年通して AirMax95 結構出たなっていう調子になってる可能性もありますよね。そうですね。そうなんですよ、はい、はいはい、またアママニエルとね、はい、AirMax95 の情報なんですけども、あのスニーカーズ周りの情報もまだ出てきましたら、はい、こちらで紹介できたらなと思いますので、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。お願いします、うん、はい、それでは本日は以上となります。フィアレスでした。はい、です。さよなら。I'm
sorry but it's evident you're on your phone 24/7 no reply when I ticked at 10 past 11 and I swear you only tell me what I wanna hear the real thoughts buried deep beneath the love and fears I'm in a muddle lost inside a puzzle here honestly right now I don't really see no love in here but I saw something in you something in us but I can't see a future without the trust so I'm reminiscing visions I had